どうも皆さん、しぐれういです。なんで捕まってるのってコメントがあったんですけど、なんでですか？私何もしてなくないですか？君たちはさ、まあ、捕まっててもおかしくないようなおかしいな。私は帰り道、女子高生を見つけて、あれはどこの高校なのかな、制服が可愛いね、ふーんって見てただけなんですけどね。声かけてないのに捕まったんすよね。おかしい。このね、ステージがさ、何？すごくないですか？多分このためにわざわざ作られた監獄だと思うんですけど、一体何事ですかと。ライティング豪華すぎるし、多分このさ、ロリ上の右上にある剣みたいなやつあるじゃないですか。これさ、よく見るとペンなんだよね。細けー。そんなバッチリ映るわけでもないのに作り込みがえげつないよ。ちょっとどの階層かわかんないけど、私がいるところはそんなね、罪重くないんでね、軽いとこだと思いますけど。いやー、すげーよこれね。これ真ん中の赤いやつ何ですか？非常口？なんか HP バーでさ、めっちゃ体力ないみたいなこと散々言われてましたけど、まあ体力ないよねきっと。いやこれすっげえとこで、こんな 3D お披露目初めて見たよね。完全に見る側の意見ですけれども、えすごすぎるだろ、何人収容してんだよ。あとこの監獄の部屋の中もライティングされてんのなんだよ。これきっと強風オールバックの時だから黄色にしてくださってると思うんですけど、部屋も連動で光ってんのおもろすぎるんだよな。いや本当に豪華、ライティング美しすぎるだろこの監獄。なんガビガビ、すいません、ツイッターで拾ってきたんでガビガビです。いい画質を配信で見てください、ゲーミング監獄。これとかさ、何？こんな神様やん。いや私もたまに神になるけどさ、まあロリ神だから神なのか。いや眩しすぎる。パスタどころじゃないよこれ本当に。私はたまに五光背負う時パスタって言われますけど、光が線だからさ、でかい存在になっちまったな。ライティングだけだろこれも。なんか魔法少女みたいな感じでランドセルを背負うシーンがありましたね。天使のハエ、ハエ取るわ。可愛いけど折れそう。こんなキラキラなエフェクト出しちゃってさ、いいな。私もキラキラのエフェクト出して登場したいよな。むって感じでした。はい、ぐるぐるやんけ。ぐるぐるなんかーい。もうしゃあないよ。ここぐるぐるだったらもう我慢してほしい。今からぐるぐる NG ワードにします。はい、頑張って聞き取ってください。なんか皆さんのスクショを見たんですけど、なんかムカつかね。いや可愛いんだけどさ、なんか全部腹立つ表情してません？これ一体何なんだ、なんか全部舐めた顔してんだけれど。自分だぞ。いや昔の自分であって今の自分ではないんです。何なんだこれは。まあほらちょっとなんか基本的に舐め腐ったガキ、なんか世間舐めてそうなガキの顔してますねこれは。可愛いやないか。そうですか、皆さんが可愛いと言うならいいんじゃないですか。はい、腹パンしていい、ダメです。あーね、なんだっけ、メスガキだっけ。いやこいつはメスガキではないよ、わかんないけど。あーこれ素直な表情。あんまりでかくするとガビガビだから。これぐらいにしとこうかなって思いますけれども。比較的笑顔、この頃に戻れよ。いや、今もいいんで、今もいいだろうが、16には16の良さがあれ。9は、そこそこ。私はね、ロリコンじゃないからね。正直ロリはね、嫌いではないけど、ロリの良さはそんなみんなよりかはわかんないよ。はい。ほらね、純真無垢でいいんじゃないですか。純真無垢なんだろうかこの人。わかんないけれども、
あの頃は良かった。これさ、私が映った瞬間さ、何ですかこのコメント欄は。これもあの全然ツイッターから拾って私が加工したやつですけれども、何ですかこれ。ひどすぎるよ。ノーじゃねえんだよ。海外に来ノーじゃねえんだよ。戻してちゃんちゃんちゃん。ひどいよ。この姿がいいんだろ、みんなは。16歳を受け入れてほしいんだけど。ひどいよ、まったく。ノーじゃねえんだよ。